バスコダガマタワーパルケ・ダスナ・ソニース地区、またはパルケ・ダスナ・ソエスは、ポルトガルの首都リスボンのフレギジーや、日本語で国際公園地区と表記されることもある。この地区は、1998年に開催されたリスボン国際博覧会の跡地を中心に、開発されたオフィス街や商業施設、住宅街などからなっており、2012年に新しい行政区として誕生した。 定所川川口に沿った地区で、かつては工業用地であった。万博開催後の1990年代に大規模な街づくりが行われ、商業地区の中心施設として、バスコダガマショッピングモールや国際見本市会場などが建てられている。万博当時の施設で残存しているリスボン水族館は今でも人気の観光地だ。定所川沿いには600席が経流できるパルケ。 ダスナ・ソン・イス・マリーナがある。地区の面積は5.44平方キロメートル2013年の人口は2025人である。オリエンテ駅、ありがとうございます。